柳優也、中日、なぜここまで進化した？徹底検証。 3-2 中学時代に甲子園のテレビ中継を見ていて、筒香嘉人も DeNA さんが4番に座っていた横浜のユニフォームだけが輝いて見えたんです。だから自分も横浜高校で甲子園を目指したいと思いました。いい縁をいただきました。しかしシニア日本代表の肩書きを引っ提げて入学しても、当初は同級生のレベルの高さにショックを受けた。ブルペンの隣で投げている同級生を見ていたら、まっすぐも変化球もとても同級生とは思えなかったんです。周りは関東の高いレベルの中で揉まれてきた選手、自分は田舎出身で小山の大将で野球をやってきたんだなと、とんでもないところに来たなと思いました。横浜高校の投手陣は小倉コーチによる厳しいトレーニングが課せられる。松坂大輔ソフトバンクにしても、涌井秀明ロッテにしても、小倉コーチのアメリカンノックで足腰を鍛えられ、タフな肉体を築き上げた。どこに出しても恥ずかしくない技術を高校時代のうちに身につけさせるが、身上である小倉コーチはフィールディングや牽制なども細かく指導する。すべてがきつかったですね。これからの人生においても、あの毎日よりきついものはないと思います。小倉コーチには可愛がっていただきました。かっこ笑い。渡辺監督と小倉コーチ、そして明治の前馬達也監督という3人が僕の恩師です。競争を勝ち抜き、2年夏には伝統の1を背負う。当時の球速は130キロ台中盤で、力を抜いたフォームからコントロールよく打ち取るピッチングが持ち味だった。しかし神奈川県勢初となる4期連続の甲子園出場がかかった最後の夏は、1学年下の松井裕樹のいた桐光学園に敗れた。3期連続で甲子園に出場しながら最後に負けるというのは、やっぱり悔しかったです。明治大でも横浜校入学時と同様、小さくないショックを受けた。明治には毎年ドラフトで指名される先輩がいらっしゃいます。その姿を見るたびに、プロへの思いは強くなりました。自分が一番伸びたのは3年の夏、大学日本代表に選んでいただいたことが大きいですね。同じ明治の高山俊、阪神さんもいたし、オリックスでプロ1年目から活躍されている吉田正尚、当時青学大さんがいて、同級生の田中正義、創価大、ソフトバンク1位指名とも野球ができた。正義なんて向上心や意識の高さがすごくて、その姿を近くで見ていたら、自分もまだまだだなと思いました。正義と出会えたことが自分の成長にもつながりました。大学時代は横浜高校時代と違って力感のあるフォームとなり、腕を強く振る印象が強い。球速も150キロにまで伸びた。150キロはアメリカで計測した93マイル。国内だと148キロが正常です。かっこ笑い。明治に来たばかりの頃、リーグ戦を見ていて、自分もプロに行くためには、うまさだけじゃなくて、
体の強さ、球の強さが必要だと思ったんです。高校時代はどちらかというとコントロール重視で、かわすピッチングを心がけていたんですが、レベルが高くなればどうしてもごまかせなくなってくる。そこで、体の力をつけて腕を強く振るということを意識するようになりました。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。